の漢字元年から源の、頼朝に滅ぼされる文人5年までの間、道の区平泉を中心に、出羽を含む大内法一帯に勢力を張った、藤原北家の支流の豪族、藤原北家秀里流を称した。欧州藤原の勢力図欧州藤原氏の演祖である、藤原来園は処刑図によると、太郎太夫下兎国十人であったと記され、 道の区国に移住した経緯は、よくわかっていない。しかし、父親の藤原正よりが、十五位下であったことと比較し、来ンが無感である。ことから平忠恒の乱において、忠恒側についた来ンが罪を得て、道の区国に左遷され、多賀国府の官人となったものと推測されている。ただし、この意見には、平忠恒の乱では、忠恒の息子たちも罪を得ていないので、 ライエン連座はありえないとの反論がある。俗軍書類中によると、ライエンは、藤原秀里の孫の藤原千起氏の養子になったと、いう。ライエンの子、藤原常清にいたり、渡り地方に小園を経営するなど、勢力の伸長が見られた。また常清は、道の区奥六軍を牛耳る豪族、安倍頼時の娘をめとって、縁石関係を結び、 安倍氏一門の南方の固めとなっていた。長久元年より、国府の推挙により数カ年修理大部として在京し、陸津守、藤原昇人の下校に同行し帰省したとの説も、ある。なお欧州藤原氏が実際に、藤原氏の経緯であるかについては、長年疑問符が付けられていたが、近年の研究では、 藤原つねきよについて、栄昇2年の5以上の藤原氏教名を記した、増幸福時期に名前が見えており、同時期に、道のく国在住で後にゴんモりとなった藤原節定と同格に扱われていることから、実際に藤原氏の一族であったかは、ともかく、少なくとも、当時の藤原節官家から、一族の系類に連なるものと認められていたことは、確認されている。 また、確たる資料はないものの渡り軍の有力者で5位に助せられ、道の区の在庁官人として、ゴンモリ候補であった可能性は、高いと見られている。また、萩原和夫は、藤原氏3代の遺体を計測したデータを分析し、欧州藤原氏は、東北人ではなく、京都人と位置づけている。東北地方は、弥生時代以降も門文,文化や文,文化に、 属する人々が住むなど、関東以南とは異なる歴史をたどった。中央政権の支配も関東以南ほど強くは及んでいなかったが、律令制の時代には、道の区国と出和国が置かれ、不襲と呼ばれた、エゾ系の人々と関東以南から移住してきた、人々が入り混じって生活していた。11世紀半ば、道の区国には、安倍氏、出和国には、 清原氏という強力な豪族が存在していた。このうち安倍氏が、道の区国の国士と争いになり、これに、川内源氏の源の寄一家が介入して、足掛け12年にわたって戦われたのが、前9年の役である。前9年の役はその大半の期間において、安倍氏が優勢に戦いを進めていたが、最終局面で、清原氏の活性を得ることに成功した。 源の頼近が勝利した。この前9年の役の前半、安倍氏の当主であったのが、雷治である。雷治は、天行5年に戦死し、その息子の安倍佐田党は、公平5年に廃死して、安倍氏は滅亡したが、雷治の娘の一人が前述の渡り軍の豪族、藤原恒清に突起男子を設けていた。恒清は、安倍氏側の中核にあり、 前9年の役の集結に際し、頼地下に囚われ残首されたが、その妻は、頼地下の3倍の兵力を率いて参戦をした、戦勝の立役者である、清原武則の長男、竹貞に再下することとなり、これに伴い安倍頼時の外孫である常清の息子も、また竹貞の養子となり、長じて、清原清平を名乗った。永法3年。 清原氏の当領の座を継承していた、清原誠公と清平、そしてその異府帝の清原家平との間に内紛が発生する。この内紛に、源頼地下の嫡男であった、源義家が介入し、清原誠公の死もあっていったのは、清原氏の内紛は収まることになった。ところが、義家の裁定によって、 清原氏の所領だった奥六軍が清平と家平に三軍ずつ分割継承されるとしばらくしてこれを不服とした家平が清平との間に先端を開いてしまった。吉家はこの戦いに再び介入し清平側について家平を討った。この一連の戦いをあと三年の役と呼ぶ。信仰、家平の死後。 清原氏の所領は清平が継承することとなった。清平は、ジップ、常清の姓である藤原を再び名乗り、藤原清平となった。これが、欧州藤原氏の始まりである。清平は、朝廷や藤原石管家に、砂金や馬などの献上品や貢ぎ物を欠かさなかった。そのため、朝廷は、欧州藤原氏を信頼し、 彼らの事実上の欧州支配を容認した。その後、朝廷内部で、源氏と兵士の間で戦争が起きたために、欧州に関わっている余裕がなかったという事情もあったが、それより大きいのは、当時の中央政府の地方支配原理に合わせた欧州支配を進めたことと思われる。欧州藤原氏は、 中央から来る国史を拒まず受け入れ、欧州第一の有力者として、それに協力するという姿勢を最後まで崩さなかった。そのため欧州は朝廷における清掃と無縁な地帯になり、欧州藤原氏は欧州十七万期と言われた強大な武力と政治的中立を背景に、原兵合戦の最中も平穏の中で独自の政権と文化を確立することになる。 また、清平の子元平は、院の近親で、陸津守として下校してきた、藤原元成と信仰を結ぶ方針を取った。元平は、元成の娘を、後継者の三代目、秀平の嫁に迎え入れ、院へも影響を及ぼした。その後下校する国師は、ほとんどが元成の近親者で、元成と元平が院へ強い運動を仕掛けたことが、推測される。 欧州藤原氏が築いた独自政権の仕組みは、鎌倉幕府に影響を与えたとする解釈もある。清平は、道の区王領氏に、本平は奥六軍王領氏、では王領氏に、秀平は、陳府将軍に、安平は、で羽、道の区王領氏であり、王領氏を世襲することで、軍事指揮権を公的に行使することが認められ、それが、 欧州藤原氏の支配原理となっていた。また、欧州の石棺化荘園の管理も欧州藤原氏に任されていたようである。欧州藤原氏滅亡時、平泉には、道の区、令和の象徴、多分などの行政文書の写しが多数あったという。本来これらは国画にあるもので、平泉が国画に準ずる行政都市でもあったことが伺える。一方で、 では国に、欧州合戦後の御家人として、在地支配を許された豪族が多いことから、在地領主の家人化が進んだ、道の区国と欧領主としての軍事指揮権に止まった、では国の差を指摘する見解もある。特に、では北部には、荘園が存在せず、公領制一式の世界であったため、どの程度まで、欧州藤原氏の支配が及んだかは疑問であるとする、説がある。 その政権の基盤は、欧州で豊富に産出された砂金と、北方貿易であり、北総や遠海州などとも、独自の交易を行っていたようである。マルコ・ポーロの東方見聞録に登場する黄金の、国ジパングのイメージは、欧州藤原市による13、港大陸貿易によってもたらされたと考える、研究者もいる。長治2年に清平は、 本拠地の平泉に再遺院を建立した。永久5年に、元平が、盲辻を再興した。その後元平が造営を続け、壮大なガランと庭園の規模は軽のそれをしのいだと言われている。猛辻の本尊とするために、薬師如来像を仏し、雲喜びに発注したところあまりにも見事なため、蕎麦法王が、京都の外へ持ち出すことを禁じてしまう。 これを聞いた元平は7日7番自物堂に閉じこもって、祈り、関白、藤原忠道に取りなしてもらい法王の許しを得て、ようやく安置することができたという。展示元年に、清平によって、中村寺根寺木道が建立された。屋根、内部の壁、柱などすべてを金で大い欧州藤原氏の権力と、財力の象徴とも言われる。欧州藤原氏は、清平、元平、 秀平康平と四代百年にわたって繁栄を極め、平泉は平安京に次ぐ日本第二の都市となった。戦乱の続く慶を尻目に、平泉は発展を続けた、半ば独立国であった。この平泉文化は現代でも大阪商公会議所会等による東北熊祖発言に際して国会で東北地方の文化の象徴として引き合いに出されている。 平泉の金文化を支えたと伝えられている。金鉱山は、北から、八張、今出産、玉山、鹿織、大谷だったと言われ、平泉から東方に位置する三陸海岸沿岸に、並んでいる。秀平は、平時の乱で敗れた、源義朝の子、源、義経をかくまい、文治元年、源頼朝に追われた義経は秀平に再び、かくまわれた。 秀平は頼朝から出された、義経の引き渡し要求を再三再始拒んできたが、秀平の死後、息子の藤原康平は、頼朝の要求を拒みきれず、文治5年うる4月義経を自殺に追い込み、義経の首を頼朝に引き渡すことで頼朝との和平を模索した。しかし、関東の後輩に、長年独自政権を敷いてきた勢力があることを、 恐れた、源の頼朝は、同文寺5年7月、義経を長らくかくまっていたことを罪として、欧州に出兵。逃げ作において、家臣の造反により安平は殺され、欧州藤原氏は滅んだ。平家滅亡により源氏の勢力が強くなったこと、欧州に深く関わっていた義経が頼朝と対立したことなどにより、中立を維持できなくなったことが滅亡の原因となった。 清平の四男、藤原清綱は当初当たり軍中島艦に居城し、以後平泉へ移りその子の第二は、市和軍ひづめのひづめ艦に今日構えひづめ氏を名乗りひづめ、春光と称している。欧州合戦では平泉陥落後、ひづめ氏は館に火を放ち地下に潜伏したが、当主、春光らは、神河岡の頼朝の陣に出頭し降伏した。 よりともの尋問に対し、北家行を一心に唱え一言も、発せず、命を差し出したので、老齢のことでもありその態度を是としたよりともは、日詰めの所領を安堵した。しかし、その後歴史の表舞台から消えた。小屋弟も相模国体配慮された。常ねを以来代々の所領地岩栗京も、清綱の没落とともによりともの爆僚千葉種森の支配するところとなった。 清平の洋娘の徳姫は、岩木のり道に貸し白す闇だ堂を建立した。清綱の即女のおつわ子姫は、忍宗総佐藤元春に貸し、佐藤嗣信、佐藤忠信兄弟の母親として、忍ぶ軍大鳥城に居城した。全国佐藤生の源の一つとなった。藤原秀平の四、男高校は、東皇後相模国に流罪となった。 後に斜面され、しばらくは、鎌倉幕府の格闘のような存在であったと言われるが、昭示三年、白長茂らが、幕府転覆を図った、県人の乱において、無本の一味に加わり幕府の追手によって討ち取られた。討ち取られた、高校の祭司は、小泉氏を名乗り、鎌倉幕府の追手から逃れた。江戸末期まで、仙台藩内に居住した。 明治期の新生で増加した他の小泉氏と区別するため、欧州藤原支流小泉氏は、小泉と名乗るようになった。藤原秀平の弟、藤原義江は分家して十三港に住み、十三氏を名乗った。十三氏は、鎌倉時代も残り、十三秀直の第の1229年に安藤氏に滅ぼされるまで続いた。一方でその一族は、 関東に逃れ、現在の安藤氏に続いている。ありがとうございます。